嘘、まだリゼンブールに行ってないの？まだってなんだい？何かあったのかい？困ったな。宿泊費が尽きかけてるし、腕も直してほしいのに。ああ、そうだ、ある。大変だよ。エドは帰ってきてないけど。え？父さんが？我々はこのままセントラルに戻る。俺はバッチャンチでこれ直してから戻るよ。おお、そうだったな。気をつけてな。そうだ、行きがけにおじさんとおばさんの墓に寄ってくか。誰だ、母さんの墓の前に。まさか、嘘だ。まさか、そんな。ホーエンハイム。バン・ホーエンハイムか！エドワードか？大きくなったな。なんで疑問系なんだよ！セントラルあたりで有名だぞ、お前。史上最小国家錬金術師だって？最年少だ！ピナコに聞いたぞ。人体錬成したって？てめえ、今頃どの面下げて戻ってきた！親に向かっててめえとはなんだよ。てめえなんかてめえで十分だ！母さんの墓の前じゃなかったら、殴ってるところだ！トリッシャー。なんで死んだ？なんでもクソもあるか！てめえが苦労させたせいだ！もう少しなんだ。もう少し。はぁ？もう少しって、まだ苦労かけるつもりだったのかよ！約束したのに。女で一つで、どんだけ頑張ったか分かってんのか！トリシャ、俺を置いてくなよ。置いてったのはてめえだって、会話が噛み合ってない！今さら帰ってきたところでてめえの居場所はないんだよ。何しに帰ってきた？そうだ、俺の家なんで焼いてしまったんだ？何も何一つ残ってないじゃないか。もう後戻りしないと決めた。帰る家はなくていい。あれが俺たちの覚悟だ。違うな。自分の過ちをその後を見たくないからじゃないのか？嫌な思い出から逃れるためか？自分がしでかしたことの痕跡を消したかったのか？違う。寝小便した子供がシーツを隠すのと一緒だ。逃げたな、エドワード。てめえに何がわかる！わかるさ。てめえと喋ってると胸クソ悪くなってくる。ついてくんな！ピナコンチに帰るんだろ？俺もそっちなんだからしょうがないだろう。髪伸ばしてるのか？お揃いだ。俺の若い頃にそっくりだな。
人体錬成なんて、なんで誰もあいつらを叱ってやらなかったんだ。あの状況で叱れるものか。あんた親だろ、叱ってあげなよ。どうやって叱っていいのかわからん。なんで電話の一本も入れてやらなかった。トリシャはずっと待ってたんだよ。あの子らだって父親がいれば母親を作ろうなんて思わなかっただろうに。かわいそうに、あの子らは母親の死を二度見てしまったんだよ。母親を作るか。ピナコ、あいつらが人体錬成で失敗してできたものの後片付けしてくれたのはお前だったな。ああ。本当にそれはトリシャだったのか。言っただろ、人の形をしてなかったって。あれはトリシャとはとても。そうじゃなくて、例えば瞳の色、声、髪の色。どういうことだい。あれはトリシャじゃなかった。全く関係ないものを作ってあの子らは体を持ってかれたっていうのかい。そんなひどい話があるかい。エド、まだ寝てんのかい。親父さんが出ちまうよ。起こしてこようか。いいよ、もたもたしてたら汽車に遅れる。世話になったな。この写真もらってっていいか。どれでも好きなだけ持っていきな。いや、これ一枚でいい。四人で撮ったのこれしかないんだ。ピナコ、お前やっぱりいいやつだな。昔から何一つ変わらない俺を不審な目で見ることもなく昔通り接してくれた。お礼にいいことを教えてやるよ。じきにひどいことがこの国で起こる。今のうちによその国へ逃げとけ。この国は年がら年中ひどいことだらけさ。なんで今さら逃げなきゃならないんだい。それにここを帰ってくる場所にしてる奴らがいるんでね。忠告はしたぞ。ホエンハイム、たまにはご飯食べに帰っといでよ。残念だよピナコ、もうお前の飯が食えなくなるなんて。